コキするとかにあるけど、お前よっしゃー、はい、いけー、うわいいぞ、おい、ラッシュ、うわー、来い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 、うわー、11秒88、文字やってる、うん、ナイスラン、ナイスナイスラン、ラッキーさん、早すぎ、改めてカープから指名をもらった時のお気持ち聞かせてください。そうですね、まあほっとした気持ちと、まあ少し悔しいという気持ちもありました。その悔しいっていうのはどういった意味ですか？そうですね、やっぱ社会人に入って、まあ、ドラフト上位を目指してたっていうのもあったので、まあ少し悔しい面も正直ありました。高卒から社会人になったということで、どんなふうにこう自分の良さをどんなふうに磨いていったんでしょう？そうですね、やっぱ高校時代とは違って、まあ、投球スタイルであったり、まあ、自分のそういうものをガラッと変わったと思うので、まあ、そういうところはいい方向に全てがいったのかなと思う。どんなふうにスタイルを変えたんですか？そうですね、まずは投球フォームをもっと、高校の時代は3クォーターも若干横から出てたんですけど、社会人になってから縦に戻して、まずボールの軸を縦にして、ストレートでも空振りファールが取れるようにしようと思って変えていきました。そして社会人で身につけたこう自分の持ち味であったり、新しく磨いたものであったり、そうですね、やっぱ高校時代は打たれたりしたらマウンドとかでこう表情を変えてしまったりとかあったんですけど、まあ、社会人になってからはやっぱこう周りが見れるようになったというか、まあ、落ち着いてプレーができるようになったと思います。ということはご自身の持ち味なんだと思いますか？そうですね、まあ、マウンド度胸もそうですけど、やっぱゲームメイク能力だと思います。ご自身の持ち球っていうのは何なんでしょうか？まあ、ストレート、カーブ、スライダー、カットボール、フォークです。の中で自信のある球種っていうのは何ですか？そうですね、まあ、真っ直ぐが一番自信があるんですけど、まあ、変化球は、まあ、カットボールは右左によって、まあ、少し変えてみたり、フォークボールも自信はあります。
でこう社会人で過ごす中でこう同世代の活躍している選手とかテレビとかで見ると思うんですけど、どういった気持ちでご覧になってましたか？そうですね、やっぱり高卒で行った、メンバーを見て、最初はこうもう嫉妬というかそういう気持ちは強かったんですけど、今は、やっと同じ舞台に立てたということで、今からしっかり食らいついていこうと思います。特にこう同じピッチャーとして同世代の投手この人を意識しているっていうのはありますか？いや特に、やってる環境も全然違いましたので、意識しているっていう投手はいないです。これから今回プロへの第一歩っていうところですけども、理想のピッチャー像であったりこう目標としている選手っていうのがいたら教えてください。そうですね、やっぱり元広島カープの黒田博樹投手、小さい頃から見てましたし、今見てもやっぱり男気あるピッチングスタイルであったり、そういうのはやっぱかっこいいなというか憧れはあります。プロに入って対戦してみたいバッターっていうのはありますか？そうですね、もしプロに入ることがあれば、巨人の岡本和真選手と対戦してみたいと思います。それはどうしてですか？そうですね、やっぱり球界を代表する、何年も連続30本打っていつも打点も残している打者で、自分も憧れの選手というところもあるので対戦してみたいと思います。どんな風に抑えてやろうみたいなっていうの？そうですね、やっぱり自分の得意球、まっすぐでどれだけ押せるのかやってみたいと思います。では最後にこう指名を受けた後の抱負であったり、今後野球人生こう頑張っていきたいというのがあったら教えてください。そうですね、プロに入ることがあればまずはリーグ優勝に貢献できるように、そして年間2桁勝てるようなピッチャーになりたいと思います。